まあ、そこのひな壇に座ってる朝倉未来1年チャレンジ近藤裕也の兄近藤裕太です。なんかブレイキン団見れて、なんか喧嘩最強言ってる割にはなんか格闘技勝ちて、まあ、不良の真似事してるやつばっかなんで、まあ、俺がほんまの喧嘩を見せに来ました。希望は樋口さん、なんかアウトサイダー時代から見れて、まあ、すごい強いなと思ってたし、この前格闘技的な浅い郊外に負けて、まあ、正直ちょっと落ちたなって思ったし、まあでも俺キックなんかでやるつもりないし、まあそんなん喧嘩ちゃうし、喧嘩あるでやろうよ。お前樋口これあったわけだよ。おい樋口さやってやれ樋口。おいお前さ、ちょうど俺にそれ言えるんだ。言える、うん、喧嘩やる。おい行け、おい行け、おいお前やってもらえ、行け。カウント、カウントセーフだこれ。おい俺殴っていいか、これ。おい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 、なんて言ってんの、やぶら。お前、いいよ、やってやるよ、お前。おい、やべえ、やべえ、やべえ、やってやるぞ、君。おい、やべえ、はい。おい、いい。お、どんか人間ないぞ。逃げんなよ、ほら。逃げんなよ、ほら。殴ったか、君。おい、おどんか人間ないぞ。当たり前やろ、おい。どういう格好で来たの？どこのやつだよ、君。え？どこのやつだ、君。え？どこ？どこのやつだよ、お前、相手、お前。どっか分からない、喧嘩できんのかい。ほら。え？俺、喧嘩しに来たんだよ。おい、やれよ。おい、逃げんなよ。逃げんないぞ。こいつは樋口さん、頑張ってください。やりますよ、こいつ出した。樋口さん、頑張れよ。これあったぞ。おい、樋口大丈夫ですか。見せるだろ、お前。おう、MV でやるよ。おう、なんでもいいよ。お前、カメソメだろ、樋口。おい、殴ったな、お前。おう、おう。大丈夫か。こいつやらして、ちょっと OK です。じゃあ手入れでいいですか。ハイミさん、どうしますか。じゃあ、ここで手入れにしましょう。お前、覚悟してくれ。待ってけよ、君やつな。端っこがしてるからな。お前、腕バッバキに折ってやる。折ってみろ。楽しみにしようか。あ、もう、もっと手入れとしよう。お前、楽しみかもしれないのかい。やってやるよ、どうしよう。お前覚悟しとけ。ああ、覚悟しとくわ。お前もな。はい、次の方。エロ漫画家ピクチ君です。